戦い続けてきました。そして安倍政権を揺さぶり、そして追い詰めつつあります。まず私たちはそのことを確信しましょう。今から1週間2週間が私たちの戦いの最大の山場になります。8月30日私たちの平和を目指す声は全国に広がりました。そしてまた今日は4万5千の仲間が国会を取り囲んでます。全力で続いて戦い抜きたいと思います。明日からが勝負であります。日本の平和と民主主義を壊そうとする安倍政権に対して、日本の平和と民主主義と未来のために最後まで頑張り合いをしたいと思います。皆さん頑張る決意ありますか？安倍なんかに負けずに戦い抜く決意はありますか？力強い返事が返ってきました。頑張り合いをしましょう。明日からの報道定期であります。明日は中央公聴会があります。12時30分にここにまた結集をしてください。明日来て警察車両がこんなに包囲をしてたら私たちは絶対許さない。16日には地方公聴会があります。神奈川横浜の仲間が地方公聴会に結集をして、安倍に対して戦争法案廃案の主張を言い続けます。昼夜とまた同じようにここでの座り込みと集会を行います。17日にはひょっとすると安倍は強行採決特別委員会本会議での強行採決をやるかもしれません。絶対許せるか。16日17日18日ぜひとも13時から1時からここへ来て座り込みをして、夜は国会を包囲して安倍に強行採決は絶対許さない、そういう決意をぶつけていきたいと思います。野党の皆さん方が国会の中で全力で体を張って頑張るって言うてます。私たちも全国の仲間の声を結集をして戦争法案廃案、安倍政権退陣を目指して全力で頑張り対応したいと思います。もう一度決意をしましょう。日本の平和と民主主義を滅ぼす安倍を絶対許さない。私たちの戦う力で全国の仲間の戦う力を結集して、戦争法案廃案、安倍政権退陣、ぜひ勝ち取りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。それでは最後のコールを
ジンがついてます。でその排気ガスで多分気持ち悪くなったりとかアシストになってる人がいっぱいいると思うんですよね。で、車道は後ろの方にもつながってるんで前へ前へばっかりじゃなくて一面につながってると、あの、8月30日の写真見た人も分かると思うんですけど、あの航空写真だと広く写るのでなるべくまだ残る方、あのもう帰られる方もなるべく後ろの方にと、あのカウンバコとかその車の排気ガスは なるべく浴びないところで放棄してもらえばと思います。すいません、声かけ合ってすごい、帰りにくいと思うんですけど少しずつ一歩一歩中に入ったりとか外に出れる人を、優先してもらえるといけると思うんでよろしくお願いします。戦争反対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 
見ています。霞ヶ関の駅は国会正門前を背にして右側です。霞ヶ関の駅は国会を背にして右側、そして左側に桜田門の駅がございます。そちらの方にゆっくりゆっくりお進みになってください。ゆっくりお進みになってください。戦争反対、九条守れ、戦争反対、九条壊す、安倍政権は直ちに退陣、安倍政権は直ちに退陣、これからまたシールスと学者の会で抗議行動をやりたいと思ってます。であともう一つ警察の方なんですけど、どう考えても今帰る人の方が多くて警備やる意味がないから、帰す人を先に警察官は通してください。これを通せませんとか言っても全く意味がないです。混乱を避けたいんだったらまずちょっと車道を一歩開放して人が通れるようにしてください。皆さん、総学会行動の高田です。今日の私たちの行動はすでに大きな成功を収めました。この声は必ず国会の中に届き、あるいは全国の皆さんに届いていると思います。この行動、最後まで安全に無事に終了していきたいので、この桜田門の駅の方向以外に今有効に帰れる道がないようです。桜田門の地下鉄の桜田門の方向に向かってゆっくり解散をしていただきたいと思います。シールズと大学の先生の皆さんが後の行動を続けるようですから、私に参加したい人は帰る人をどんな帰る人を意識を向けてご協力をお願いしたいと思います。本日の大学会行動実行委員会の戦争法廃案の行動は皆さんのご力で大きく成功しました。本当にご苦労様でした。サービス箇所は4万5000人です。今日の総合的行動の国会前行動の参加者は4万5000人です。
勝負。